電気自住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。これをご覧の皆様の中にもですね、もしかするともう定年が間近、あるいはもう定年を迎えましたよという方もたくさんご覧いただいているかもしれませんけれども、本日の話はですね、定年後にちょっと田舎で暮らしたいなということで田舎暮らしを始められた、ある老夫婦のお話なんですけれども、ちょっと老夫婦というのにはまだお若いですけど、65歳を、迎えられて、でそれから引っ越されてから私と知り合ったのが67歳の時なんですけれども、お二人とも年齢が同じでですね、67歳になって、今まで住んでいた町を離れて田舎の方に暮らし始められたんですね。で田舎の家っていうのがですね、一軒家なんですけれども、いわゆる旧家を、少しきれいに内装を直した旧家にお住まいになってられたんです。でその旧家に引っ越しされてから、それまでは実はマンション暮らしだったので、一軒家という初めての生活が始まって、一夜二夜、暮らしていく中でですね、少しやっぱりマンションとか、最近の家にはないことがいろいろと起こるなというふうに思われたそうなんですね。でその中でも一番大きな特徴が、いわゆる家鳴りというやつですね。私なんかもお寺に、暮らしてますとよくあるんですけれども、少しか湿気とか、あるいは乾燥とかっていうのがありますと、ミシミシっていうなんか音が鳴るんですね。でこれが家鳴りというふうな言い方をしますけれども、これは気が縮んだり、膨らんだりすることで起こるんではないかと言われてるんですけれども、各言うそのお二人の家でもやはりこの家鳴りが毎晩のようにあるらしいんです。で家鳴りといえば、ギシギシ、気が少しきしむような音なんですが、なんか数日暮らし始めてから少し音が変わってきたとおっしゃるんですね。でどんな風に変わってきたかと言いますと、このミシミシという音というよりはどちらかというと、トン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 というなんか人が歩くような音が屋根の方からしてくるっていうんですね。でこんな屋なりがあるのかな。でもしも動物が入り込んだとしたら、例えばイタチですとカサカサカサってもう走る音がちょっと違いますよね。明らかにトントントンと人が歩くような音が上でするそうなんですよ。ですけど、このお二人ともですね、何か旧家に暮らすとこういうこともあるんだろうなと思って長らく放っておかれたんですね。ところがまた数日過ぎ始めますと、この足音っていうのがトン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 と少し激しくなるそうなんですよ。で考えてみれば、屋根裏に上がったこともないし、一度ちょっと確認してみようか、そう思われて、ご主人の方が屋根裏へ上がられたんですね。で屋根裏へ上がりますと、自分が少し身長立ってると頭を打つので少しかがみながら入るぐらいのスペースがあって、これきれいにすれば立派な一つの部屋になるなと思いながら、ずっとその中を歩いてられると、ちょうど屋根の突き当たりの部分、奥のところに小さな箱が置いてあったそうなんですよ。で、これもしかすると前の住んでられた方がなんか荷物を忘れていかれたのか、ここ物置になってたのかなと思って、その箱を持って下へ降りられたそうなんですね。で、この箱を開けてみますと、中には新聞紙でくるまれた何かが入ってる。これ何かなということで、箱から取り出して新聞紙を開けてみますと、ひな人形だったそうなんです。でこのひな人形っていうのが2つだけが入っていて、いわゆるですね、お内裏様とおひな様、このお二人の人形だけがあったそうなんですよ。で他にはない、この2体だけが長年この旧家の屋根裏にいたんだな、そんな話を夫婦でして、もしかするとこの2人が出してって言って前を歩いてたのかもしれない。その時期っていうのはひな祭りはとうに過ぎた、頃だったんですけれども、せっかく出会えたんだからということで、玄関先に飾ろう、そう言ってこのお内裏様とおひな様を玄関先に出して、なんかひな祭りではないものの、
なんか私たち2人だけで暮らしてるよりもなんか楽しい気分になってきた。あ、よかったな。お人形さんもなんか家族の一員みたいになって、これからちょっとしばらく飾っておこう、まあ、そんな話をご夫婦でされたそうなんですね。で、そのひな人形をお飾りになったその日の夜の出来事なんですけれども、ご主人がこんな夢を見られるんですね。息子さんも結婚されて、ご夫婦でおられたんですが、この息子さんが夫婦で休暇に遊びに来られるそうなんです。で、お久しぶり久しぶり、上がりなさい上がりなさい、元気にしてたか。泣きながらお父さんがその息子さん夫婦を迎えたそうなんです。で、いや久しぶりやな、会いたかった会いたかった、まあまあ上がりなさいって言うと、あ、お父さんご無沙汰してます、元気でやってた、ちょっと今晩だけはゆっくりしていきたいから、あの一緒にご飯でも食べようっていうことで、まあ一緒にご飯を取られるそうなんですね。で、その夢の中には隣に奥さんが座られて、で、若夫婦が座られて楽しい晩ご飯を迎えた。晩ご飯が終わる頃にこの息子さんが一言こう言うんですね。お父さんお母さん、今まで本当にありがとう、もう産んでくれただけでも僕はもう本当に幸せやった、これからもお父さんお母さんの近くにいるから、あの安心して、お父さんお母さん僕たちのことはもう考えなくていいから幸せになってね、で共にお父さんお母さんがどこへ引っ越そうとも僕たち夫婦は一緒にいるからね、そう言って夢の中でふっと消えられたそうなんです。その後ご主人目を覚ましてですね、この話を奥さんにしたんですね。そうしますと奥さんも泣きながら、私も全く一緒の夢を見た、まさにお父さんがこっちへ座って私ここへ座ってた、夢の話が完全に一致するそうなんですよ。で、これにもしかするとただの夢ではなくって本当に息子夫婦が来たんではないか、まあ、そう考えたっておっしゃるんですね。で、このお二人涙ながらに息子さん夫婦を迎えられた。実は息子さんご夫婦結婚されて間もなく交通事故でお二人ともお亡くなりになってたんですね。で、自分が定年を迎えて引っ越しをして、もしかすると息子はこの引っ越しに気づかずに霊体となって前の家に行くんではないか、まあ、そんな心配をされてたそうなんですけれども、どうやらこの休暇にも来てくれてるみたい、よかったよかった、まあ、そんな話をして2人で、あれはきっと正夢だったってなんて話をしてますと、ふと気になった玄関にお飾りしたお人形2体ですね、あのお人形をもしかするとあの夫婦の魂がお人形に宿ってるかもしれないんで、あのお人形を我が息子娘としてこれからも大切にしようと思って、まあ夫婦で話し合って玄関に行って、玄関に飾ったお人形を見ますと、そのお人形の両目から2体とも涙が流れてたっていうんですね。もしかするとこの人形に魂が本当に宿ってたかもしれない。まあそのご夫婦は未だ玄関のところにそのお人形をお飾りされてるんです。で、まあよく、まあ私もそうなんですけども、怪談話の中にですね、市松人形あるいは呪いの人形とか、あまりか、まあ怪談に人形が出てくるとちょっと嫌なイメージがつきそうですけれども、あれは決してそうではないんですね。あの人形が私たちを守ってくれてたり見守ってくれてることも往々にしてあるんです。で、ただですね、まあ恨みを持った人形であるだかとかっていうのが私たちの印象に残るだけで、ひな人形なんかも子どもたちの成長をともに家族とともに見守ってくださってるので、まあ言い換えればもしかするとお札であったり、あるいはまあ仏像のような存在がお人形さんではないかなというふうに思うんですね。ですから皆さんももしご自宅にまだあまり出さないお人形さんがあればですね、年に一度だけでもいいので箱を開けてですね、どちらかにお飾りいただいて、共に家族を守ってください、私たちもお人形さんを守りますよというふうな関係を築いていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日はこれで私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。